道の駅スタープラザ足別のガタタンラーメンガタタンとは、北海道あ別市のご当地グルメ。多くの具を含み、とろみがつけられた中華風のスープで、市内の各料理店で提供されている。小麦粉を練った、団子、タケノコ、シイタケ、豚肉、こんにゃく、ちくわ、うずらの卵など10種類以上の具を入れ、とろみをつけた塩味の中華スープである。 スープのベースは鶏ガラあるいは豚骨と固定されず、具の種類も多様である。さらに、近年は料理店が各自考案した、ガッタタンを応用したラーメンや、チャーハンなども提供されるなど、自由度の高いメニューとなっている。ガッタタンの由来は、中華料理の、含むたゆにあると言われている。戦後、中国東北部から引き上げてきた、村井豊子之助のが、 大陸の家庭料理をヒントに創作し、足別でデビューさせたのがその始まりだと言われている。中国東北部地域の家庭料理、湯、湯が原型と言われる。中国東北部のこの料理は、水でこねた小麦粉などの穀物の粉を1から3センチメートルほどの細かな粒状に丸めて、肉類、野菜などと共に似た水豚の一種で、軽い主食として食べられることが多い。は イボやおできのことであるが、まず紐状にこねてからちぎって丸めた小さな水豚のことも外観や大きさが似ていることから同じ呼び方、または小麦個性であることから麺と呼ばれている。紐状の麺類よりも簡単に作れるため、ごく一般的な家庭料理であるが、中国の東北料理を出す料理店などでも提供されており、東京などにある 中国東北料理店で提供されている例もある。北京では類似の小麦粉のもの、もしくは泡の粉やトウモロコシの粉で作ったラグビーボール型のものをチゴ、チゴと呼びこれを使ったスープ料理はコユ、コユと呼んでいる。足別のガタタンは第二次世界大戦後に足別へ移住した引き上げ者である中華料理店のオーナーがこの湯を応用して提供した料理とされる。 足別炭鉱が創業されていた時代から提供されていたとされるが、2005年頃から炭鉱閉山後の地域活性化を目指す足別市による観光振興の一環として、市内の各料理店との協力によってガタタンの観光資源化が施行され、2006年には足別ガタタンラーメンが足別振興公社によって商標登録がなされた。また、 北海道内や東京のイベントにおいてもガタタンが紹介され、テレビ番組での紹介例も生まれた。現在、足別市の観光情報ページでは、市内13カ所のガタ探偵協定が紹介されている。愛知大学中、日大辞典編纂書編、中日大辞典造定番、P628、1986年、大衆館書店愛知大学中、 日大辞典編参書編、中日大辞典造定版、P600、1986年、大衆館所店足別市内での炭鉱創業は1992年に終了した。社団法人北海道観光振興機構サイト、同王パレット歌市内、足別観光ルートの記述より、日本テレビ系、秘密の県民賞は2011年7月21日に放送。 ありがとうございます。